初日から安野、前田、そして昨日の楢崎と連日金メダルが誕生してきました。そうした中で今日この48キロ級大会4連覇をかけて田村亮子、これから準決勝、韓国のパク・ソンジャとの試合です。まず一本強い田村選手、今大会1、2回戦からですね、非常に動きが良くて相手のことをよく見えていると思うんですね。1回戦チュニジアのロイニ、2回戦カザフスタンのカリエワ、4回戦オランダの3回戦オランダのクロプストラといずれも一本勝ち、そして4回戦先ほど登場しましたフランスのニシロと、これは際どい判定旗判定になりましたが、ニシロを破ってこの準決勝進出です。まあ、この韓国選手が、準決勝に上がってくるというのは、はい、予想外ということはないんですけれども、はい、おそらく、初めての対戦だと思いますね。今まで出ていた韓国選手とは違う選手です、はい、両者に指導が行きました。大内を狙っていったパクソンジャ、かなり上背のある、そうですね、懐の深いタイプの選手ですね。なかなか組み合いません。先ほど両者に指導、体落としに行きましたパクソンジャです。ここまでの今日の田村の出来としては山口さんどう見てますか。そうですね、落ち着いてですね、はい、相手のことがよく見えているという印象はあるんですけれども、はい、組んでからの足技ですね、それがちょっと出ていなくて、力勝負にいっているところが若干あるかなと思いますね。投げに来ました、体落としですね。体落としはポイントありません。こういった試合ですとやはり競っていくと、はい、例えば尻餅をついても、で今のルールですとどちらに指導が来るかわからないところありますから、なるべく早いうちにポイントを取った方が、やりやすいとは思うんですけどね。アトランタオリンピックではケ・スンヒに敗れました。しかしその後36連勝中の田村、今日4つ勝ちましたので連勝も40まで伸びてきました。こういうところで足技を使ってほしいですね。もろ手前に行った、口倒しか、効果ですね、効果を取られましたか。ちょっと棒立ちになりましたね。パクソンジャです、はい、大内狩りでそれをこらえて田村選手が足を抜いたところをですね、もろ手狩りですね。残り2分を切りました。内股に行くところ、すくい投げだ、これはポイントはないです、ね、ありません。ただこのすくい投げをずっと練習してきてたんですね田村選手。このバーミンガムへ向けての一つのスペシャルですかね。ポイントでリードされている田村です。このパクも本当に山口さん上背がありますね。そうですね、この上背が武器になってますね、はい、懐が深いですから、はい、田村選手の技がどうしても浅くなりがちなんですね。さあ技を出したい田村、しかしここで注意が来ればなら、はい、相手の方注意は、そうですね、はい、逆転になるわけですね。これでポイントとしては田村逆転、はい、まあ、しかしここで力を抜いてはいけません。背負い連続、残りは1分18秒、はい、16秒で止まりました。そうですね、このペースを守っていった方がいいと思います、はい、ここでもし田村選手にもう一度反則が来ますと効果一つで相手がリードすることになりますから ね、またポイントでは気は抜けません。効果を持っているパクソンジェの方が逆転になります。さあ攻めていく、ちょっと今日はですね大技が非常に目立つんですけれども、はい、もっと足を使ってですね相手を攪乱した方がいいかなとは思いますけれども、また背負う、はい、そうですね、こういう風に残りが1分を切りました、はい、背負い投げでも止まった姿勢ですと審判によってやはり駆け逃げっていうのをですね、はい、取る審判がいますので、今のように背負い投げの後すぐ展開していくというのはいいと思います。怖がっちゃダメですね、前に出た方がいいと思います。足を払う、背負っていく、
残りは36秒。大会4連覇というのは過去に2人、女子選手では過去に1人しかいません、はい、ここは攻めた方がいいですね。そうですね、切り抜いた1本、田村涼子決勝進出です。いや、取り消されましたかね。した片方の審判が取り消し、片方の審判が効果ですね。効果になりましたね、はい、ブーイングが起きています。バーミンガムのナショナルインドアリーナ、ここで守らないでもう一攻めですね。残りは30秒切っています。さあ攻める、足を取った、寝技いった方がいいと思いますね。残りは13秒、はい、ポイント田村リード、待てがかかりました。残り8秒です。こちらに来る前に右の太ももに違和感がありましたが、その右の太ももの違和感も今はもう大丈夫です。体落としを狙っていくコウですが、もう時間がありません。ここで試合終了です。日本田村涼子、大会4連覇に向けて決勝進出です。そしてもう一つの試合場ではキューバのサボンがスペインのアレナスを破ってやはり決勝進出を決めました。これで48キロ級決勝は日本田村とキューバのサボンということになったわけです。先ほどのあの技、主審が一度は1本の判定をしましたが副審からアピールがありました。まあ、流れとしてはですね、はい、田村選手が、ずっとリードしてたと思うんですけれども、はい、やはりこの韓国の選手は思った以上にやはりやりづらかったですね。